まあ、考え方としてなんとなくその神学科等の場所っていうのが丘の一部のような形で遠くからも見えるし、そこを学生の方々がこう使った時にはもう一回みんなが集まれる広場みたいな場所だし、ちょっと登ると街の方を眺めることができるようなものを作ろうっていうことがまあ決めたことで、建築ってやっぱりなんかすごい抽象的に考えるとことすごい具体的に考えるとこ両方がこう行ったり来たりする必要があるなと思ってて、このラインですか、あというかこのベニヤですか。私としてはやっぱりこう実際に空間をどう体験するかっていうのをあの考えるのに、ちっちゃくても模型の方がすごくあの考えやすい。今はじゃあ全体の山としたら何合目ぐらい？3合目ぐらいですか。